2003年秋、土屋圭一は人生最大の決断を下した。俺は輝いている時に辞めたい。いいイメージのままレースから去りたい。応援してくれたファンとスポンサーに感謝。富士の 100R をドリフトで抜けてきた痩せた青年は、27年後の今、誰からも慕われるたくましいリーダーになった。その笑顔、率直な発言、心の奥に浅間山を抜ける厳しい風があった。土屋圭一47歳、レースで磨いた魂の走り。晩秋の鈴鹿に思いの全てを乗せ、ドリキンのファイナルランが始まっていく。土屋圭一引退。最終戦を前に行われた衝撃的な発表。サーキットの雰囲気はいつもと違っていた。土屋の言動が注目される中、迎えた今年最後の予選。シリーズランキング2位のザノビーニスモの本山が予選3位につけた。一方、ポイントリーダーエッソスープラの脇坂はセッティングが決まらず交代。ポールポジションはアドバンスープラが獲得した。ざわめき立つ周囲をよそに、土屋はセッティングの方向性を確認するという与えられた仕事をいつも通りこなす。僕4年間土屋さんと GT やって、一つ言えるのは、僕テストのレースもね、土屋さんとやってて一回も不愉快な思いはしたことがない。まあこんなん言ったら怒られますけども、ドライバーとはやっぱ意見分かれること多いし、ドライバーに対して何やってんだと思う時あるんですけど、土屋さんだけはね、一回も不愉快な思いしたことないですよね。最終戦 ARTA-NSX は予選で今季最高の11番グリッドを獲得した。厚く雲に覆われた空を見つめる土屋、一つ仕事が終わった。その夜、関係者との打ち合わせを終え、ホテルに戻ってきた土屋の言葉は少なかった。目の前の仕事を一生懸命やるだけかな。レース翌日、その胸の内を明かしてくれた。寝なきゃ体が持たないっていうので、毎レース金曜日土曜日は睡眠薬飲んで寝るよね。それはやっぱり眠れないっていうのもあるんですか？眠れないんじゃなくて寝なきゃ。静かな朝を迎えた鈴鹿。仲間と共にサーキットに入った土屋の表情は穏やかだった。見守ってきたファンにとっては、これがレーシングドライバー土屋圭一と共にできる最後の日。それは4年間共に戦ってきたチームのスタッフにとっても同じこと。特別な思いで臨む一戦。今から10年前、土屋は引退を考えたことがある。まあ、これで最後になっちゃったけれどもね、 GTR がなくなるわけじゃない、なくなるわけじゃないけど、俺のレース人生の中のもう区切りが一つついた。正直言ってレーシングドライバーもこれで終わりかなっていうぐらいの、俺にすると判断材料がね、この区切りはね。レースに区切りをつけることを考えたその日、普段土屋の仕事場に足を踏み入れない家族が初めてサーキットを訪れた。そして家族が土屋のレースを見るのはそれ以来。これが夫の父の最後のレース。そうですね、俺が辞めろって言ったからね
最後まで、まあ、今ね、いい時に、まあ、こういう形で、まあ、いつまでもね、結局走れるわけじゃないし、そのどこでその線を引くか、まあ、言ってみればそのこれで終わりじゃなくてね、その次のステップへの 大きなこうジャンプ台だと思って、まあ、いいレースしてほしい。ラストランラストランなんて思ってない、ラストランじゃないよね。ドリフトで走るし、ホットバージョンで走るし、うん、俺のラストランはないよ。俺は生涯現役だから。ただ GT500 っていうプロ中のプロの職業を辞めるだけであって、それだけだよね。スタート時間が迫る。最後のエンジンスタート。他の NSX も全部同じタイヤですからね、やっぱり1周2周は結構フロントないと思うんですよ。ここがチャンスかもしれません。俺にとっては一戦一戦が全て。午後2時、最終戦鈴鹿 GT300 キロが幕を開けた。大観衆が見つめる中、1周目が勝負と決めていた土屋は、1コーナーまでに2台をかわすと、いまだ衰えぬその走りを見せつけていく。土屋はスプーンの侵入で前を行く4台と間合いを取る。その立ち上がり、集団の中で加速が鈍ったレイブリック NSX の背後に迫る。1周目の 130R、 慎重に走るレイブリックを土屋が鮮やかにオーバーテイク。試験員で後続のマシンに当てられるも、オープニングラップで3台をかわした。中木に当てられた、中木に敵に当てられた。スタート前、普段通りのレースをやるだけと話していた土屋だが、最後のレースに対する思いは前を行くエッソスープラを追い詰めていく、その走りに現れる。10周目、トップを走っていたアドバンスープラが周回遅れのマシンと絡みコースアウト。これでポジション7です。これでポジション7。ブレーキングで近づき、相手のミラーに自分の顔を映す。試験員の立ち上がりで失速するエッソスープラに土屋が迫る。19周目、2コーナーへのアプローチでついにエッソの飯田が挙動を乱す。タイヤをいたわりながらも GTR を追い詰める。
シーズン当初とは見違えるほどポテンシャルの上がった NSX。 ストレートでは離されてもコーナーでは土屋の走りに応えるようになった。今アキラが後ろをずっとブロックしてますからね、今ちょっとプッシュのしどころかもしれません。マスター、でも間違えないんだ。まっすぐで速くて抜けないんだよ。130R を250キロで抜けると試験のブレーキングで70キロまで減速する。タイヤに厳しいこのコースで土屋の走りが光る。そして土屋の視界が開けた。今前空いてるならプッシュですよ。今前空いてるならプッシュ。出します。次 P 出します。26周目、土屋にピットインの指示が出された。土屋がマシンを降りる。その時が来た。完璧な内容で最後の仕事を終えた。座り込む土屋。26年間全力で走ってきた。力が抜けていく。辛いこともこれで終わる。あとは金石のレースを見守るだけ。クリさんとファンとスポンサーのみんなに応援してきて。精神的にもういっぱいいっぱいで、体力的にも腰がやっぱ爆弾抱えてるから、これだけもう500が速くなっちゃうとね、我慢じゃないんだよね。筋肉痛じゃなくて骨痛になってくるから、こんなことまでして俺はこの仕事をしなきゃいけないのかなっていうのがあるから。一方、アウトラックのタイヤが冷えた状態で金石は2台の先行を許してしまう。これ以上ポジションは譲れない。パッシュしろよ。パッシュ。土屋さんの走りを見て自分もそれに応えようと思った。金石は終盤ギアシフトにトラブルを抱えるも、決して前を追う手を緩めない。40周目、エッソの脇坂のミスにより6位にポジションを上げた ARTANSX はそのままのポジションをキープしチェッカーを受けた。土屋のためにチーム一丸となって勝ち取った今季最高のフィニッシュ。シリーズチャンピオンはザナビーニスモの本山クルム組が獲得した。いいレースだったよ。お疲れ様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 でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。長い間どうも。ありがとうございました。4年間。僕と土屋さん同い年なんですよ。まあある意味僕らの年代のそのレーシングドライバーとか自動車レースってことを考えると、そのいわゆるレーサーがヒーローで、あるいはレーサーがその自分の命をかけて走ることに情熱を燃やしてた、僕個人的には僕のイメージの中では最後の人かなって。走り屋に戻る、帰る、レースには何らかの形で関わるだろうね。車好きだし、レース好きだしね、ドリフト好きだし、走ること好きだし。レースを多くの人が見守る中、土屋圭一の引退セレモニーが行われた。圭ちゃん、お疲れ様でした。本当はまだまだ走ってもらいたいという気持ちはあるんですけれども、本当に26年間お疲れ様でした。全国に不安を作って、そして日本の GT レース、あるいはモータースポーツ不安をこんなに増やしてくれたのはケイちゃんだったと言っても言い過ぎではないと思うんです。本当にお疲れ様でした。ありがとう。高橋国光の言葉に土屋は涙をこらえることができなかった。
も通り本当にあの素焼け一の走りを皆さんに見せられれば幸せかなと思います。こいつは本当にやるから怖いの。いやでもね、あの運転手はね、クニさんでしょ。クニさん、ようやらんかもしれない。